どのクエストにしますか？ストーリークエスト。竜に託されたもの。よろしくお願いします。さあ、ムービームービーだ。これ一回見たやつはなくてもいいような。ムービーがロード時間だったらちょうどいいんだけどね。あ、ちょっとマグが元気がないんで。よし、行こう。おお、冬大陸綺麗だね。スカイランド、アムドスキア、冬大陸、蝶々飛んでる。行くぜ。あ、ちょっと今地面がアムドス火山洞窟っぽかった。お、10時、ちょうど10時だよ今。お、よう、やっぱお前さんもここに来たか。ゼノだ。例の武器ここにありそうなんだろ。仮面野郎も目撃されたって話だしな。あ、さっき見たね。ねえ、例の武器とか仮面とかそんなのどうでもいいから早く進みましょうよ。何を怖がってんの？こんなおっかないところに長居したくないんだけど。やっぱ怖いんだ、みんな落ちそうで。そのおっかないところをこれから隅々まで探索しようって話なんだが、お前帰るか？帰らないわよ。君とゼノ二人だけにするなんて危ないもん。危ないもん、やきもち。はいはい、そうですねっと。まあ、お前さんとせっかく合流できたんだし、仲良く一緒に行くとしようぜ。あ、一緒に行くんだ。エコさん怒っちゃう。どう探していくかって話だが、まあ適当に進んでみるか。そのうちなんか見つかるだろう。お、なんか今の分岐っぽいな。竜族だって狂ってる狂ってないは見りゃわかるし、きちんと警戒してりゃそうそう危険はないだろう。でも危なくないルートで、怖くないルートでね。強者恐怖症なのか。あ、教書ってなんだ、高所教書。よろしく。お、早速ダーカー出てきたけど、あ、これは倒す感じだな。赤い柵があるから倒す感じだな。あんま強くないな。よっしゃー。うん、壁が閉まってて行き止まりの方はいけないと。なんだ、どっちに行くんだこれは。とりあえず敵がいる方に行ってみよう。これで。敵を倒すと、多分ここに何かあったような。何もない。お、竜族が戦ってる。邪魔しちゃおう。ピラニア目。
あ、でもこいつら無視してもよかったか。まあいいや。さあ行くぞ。第6章、竜に託されたもの。なんだろう。竜に託されたもの、武器のことか。あ、竜族と仲良くなって武器をもらう的な。わあ。緊急通達だ。よく聞け。攻撃。これで。Emergency! Cold! Attack! Yes! So, いい動きだ。4匹でいいの。わあ、でかいの来た。すごいな、なんかゼノさんの必殺技。敵串刺しだよ。これで、うん、よし終わったじゃん。Completed。 お、イベント。お、竜族がいるぜ。あいつはまともそうだな。なんか音楽止まった。てか、お前さんを待ってたって感じだな。あれは火山洞窟の竜。久しい。テリオト。よく来た。テリオト。ここは美しき場。我らの誇りだ。堪能するといい。おお、堪能していいんですか。なあ竜族さんよ、ぶしつけですまんが一つ質問いいか。そのこういうに無礼は恥。答えを。お、すごい。壊れた武器みたいなの探してるんだが、あんた見覚えとかないかな。ないかな。そなたたちの探し物、それは我は知らず、情報を持たん。そっか、まあしゃあねえな。探してりゃヒントぐらいはどっかで見つかるか。あ、私からも質問。どうして竜族は話もできるのにアークスを襲ってくるの。我は襲い来るのが疑問。それは当然のことだ。アークスを認めるのは火の火。景気盛んなものは止められる。病の地や火には話は通じぬ。臆病な火や木は姿を見せない。なんで一文字なのか名前が。どちらにせよ、炉が認めればこの場において認められるも同じこと。この連中はさらに過激だ。アークスが来るからダーカー来る。コーとかローとか全然わかんないよ。この連中は我らより好戦的。病にかかったコモイも気をつけるものだ。ほう、案外普通に喋れるな。悪い奴らじゃないじゃんか。できるなら全員ああいう風に話しかけてきてほしいんだけど。それ、ゲッテムハルトとかに戦うなっていうようなもんだろ。無理無理。あ、無理だ。絶対無理。戦いたがる奴を止めるにはぶっ飛ばしてやるしかないんだよ。ダーカーの侵食を受けてたりしたらなおさらだ。そこにためらいを持ち込むな。人一人が抱えられるものなんてたかが知れてるんだからな。
そのコーの連中と戦うことになるのかな。これはそんな匂いがしていたぞ。あ、名前ついてないね。なんかこいつらも名前ついてんのかと思った。これで、これで、なんかシカトしていこうと思ったけど青い壁があるからシカトできない。こいつらは頭が弱点らしい。これで、これで、これで、あのお腹が光ってる時はビーム溜めてるとこか。届かない。よし、あれ消えない。消えないだと。あ、これかスイッチ。あー、これを押せばよかっただけなのね。別に敵を倒さなくてもよかった。お、なんか懐かしいダガン。そしてこの緑の壁、届かない。これで、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 TP なくなっちゃった。ちょっと回復させて。これで。お、あともうちょっと。いけた。そしてこっちは多分ジャンプで届く。よし。チョリース。なんだかダーカーが多い。この黄色のスイッチを押すとあのアイテムが取れるっていう。アイテムいらないから無視。これで。あー、ビームが来る。よっよっ、こいつじゃなくて目の前のやつを攻撃したいんだ。死んじゃう、死んじゃう。なんか変なとこ落ちたぞ。これで、これで、ちょっと先にあのブリハダさんを始末しようか。これで、危ない。これで、上でビームが。これで、よし、これであとはダーカーを、ダーカーじゃないな、エルダガンを倒してって、このビーム野郎はちょっと危険だな。よし、倒した。オッケー。あ、普通にシカとして進めたっぽい。画面がカクカクシカジカ四角いムーブ。やっと慣れてきた。慣れてきた。
見分けもつくようになってきたし、よし、ここから私もバリバリ働くからね。今からか。あんなところに話せそうな竜族がいる。なんか危険な気がする。おーい、ちょっと教えてほしいことがあるんだけど、いいかな。良くないらしいよ。うわ、すごい渋い声。最悪を招く者と慣れ合う気はない。なんか目に傷ついてるよこの人。探索をしているようだが、なんか気持ち、むやみに踏み込むなよ。食らうぞ。食らわれる。おいおい、穏やかじゃないな。俺たちが何かしちまったのか。さっき言ってた子の人じゃないの。繰り返す。あ、やっぱりそうだ。言葉は持たない。もう頭固そうだよこいつ。面倒なので逃げるのか。あ、こいつらか。そう、逃げられた。トロトロしてるんじゃないよライト君。早く今の竜族追うぞ。追いましょう、追いましょう。うん、おや、君か。君も竜族の調査に来ているのかい。なんて、そんなわけがないな。となると目的は探し物かな。図星という顔をしているね。あいにくだが私は情報なんて何にも持ってないよ。異物には興味がないのでね。竜族の一番上にいるロの一族。あ、一番上がロ。彼らなら何か知っているのかもな。とはいえ、よくわかんないよ。会うこともままならない今の状態ではどうしようもないだろう。どうしようもない。あと、あのコロ一族を追跡中だったんだ。君たち、また機会があれば会おう。いやー、アキさんに追われるとめんどくさそう。なんだったんだ一体。なんだったんだ一体。竜族怖い、竜族怖い、竜族怖い。どうしたのエコーさん。トラウマになっちゃった。あの変なおじいちゃんのせいでトラウマになっちゃった。これはファンタシースターオンライン2というゲームです。お、面倒な信号。アークス、どっかにある解除スイッチを押さないと先に進めないんだよな。あれ、これか。あれ、これさっきからもそうじゃなかったっけ。解除スイッチを探すんだね、きっと。あれじゃないかな。あれ怪しいよね。ジャンプで届くかな。こうか。押せた。なんて簡単な。こりゃ面倒な場所にある。文句言わない。簡単に解除されないためでしょ。結構簡単だったよね。なんか親切にカタパルト置いてあったもんね。これで、これで。この赤いやつは、この赤いやつは多分敵を倒して開けるタイプかな。これで。どっかスイッチあんのか。そら。よっ。よし。そうだ。敵を倒して開けるタイプだ、赤は。そして次はこっちなんだ。なんでもないか。はいはい。もしかしてああいう罠があるのかな。よし、
でいいのか。あ落ちちゃった。スイッチの目の前で落ちた。ちょっと邪魔だよ。よーし、どうしてこんなところに設置しちゃうの。バカじゃないの。簡単に解除されないためってさっき誰かさんが言ってたな。戻しとこう。わあ。緊急連絡です。これで。あれなんか白くない？なんかあれ、おかしいな。リリさんの犠牲が増えて。いや私喋ってますよ。目標達成、お疲れ様でした。よし終わった。あ、これはボス戦じゃないかな。このこれはボス戦だな。どれにしとこう。マグにしとこうか。クォーツドラゴンかな。ボス強いんですか。どうだろうね。ボスが誰だかわかんないけど多分まあまあ強いんじゃない。やっぱ竜族が住んでるだけあって広いところだよな。ここは何の当てもなしに探すのはちと骨か。広いのか。さてどこかに話を聞けそうな竜族さんはいないかな。いやここでボス登場だよきっと。あやっぱり。なんだろうこの音。何か迫ってきてるような。お手柄だぜエコ。ついでに武器も構えとけ。お前もだ。なんかゼノが急に真面目になった。どういうこと。こいつか。いやこれは多分強くないなきっと。竜族様子が尋常じゃないけど。くそったれ、ダーカーの影響を受けてやがるな。やるしかないぞ。やるしかないぞ。吠えすぎ。ということはこっちがいいな。イマージェンシーコールアタック。お前なんてあんまり怖くないぞ。いやモンハンに出てきそうですねこれ。なんかこの攻撃モーションもまさにモンハンっぽい感じ。こんなんいたな確か。すぐ潜っちゃうやつ。これで決めます。いや当たるかなこれ。当たらない。臭い。外したっぽい。あ当たってた当たってた。オッケーオッケー。ラギアクルス。あーラギアクルスじゃなくて火山洞窟みたいなとこにいますね。ラギアクルスはもうちょっとかっこいいな。あでも見た目はちょっとラギアクルスっぽいか。この攻撃モーションがすごい似てるやつがいるんですよ後半に。わあ、やりた。そして狭いなここ。体が溶岩の鎧のやつ。あ、そうそうそう、それですそれです。名前は分かんないですけど。
かあいつみたいにすぐ潜っちゃうんで。もう自分からダメージ受けに行ってたぞあいつ。キャーナイスワーク。あ、これとですか。え、なんかちょっと似てますよね、これ。ちょっともうちょっと真ん中行こう。真ん中行こうよ、真ん中。きたー。もうすぐね、移動してくれるあたりはいい子だよね。よし、倒したー。コンプリート。キャタドランサー、名前見てなかったけど、コなんとかの竜族かな。なんとかなったかとはいえ、さすがに疲れたな。そうだな。目的のものの場所は分からず、狂った竜族にいつ襲われるかも分からない。正直長居はしたくないぜ。せめてもうちょい取っかかりとか協力者を見つけないとな。協力者、そういう分析は後でいいから、とにかく早く帰りましょうよ。あ、終わりなのこれ。もう竜族は怖くて嫌。はあ、仕方がねえな。ここは一旦引こうぜな。しょうがないな。これで終わりか。竜に託されたもの、次の、分岐が出た時になんか新しい展開になるのかな。知ってますか。面白いですよね。もちろん理由。あ、いや知ってます。もちろん知ってますよ。結構見てますよ私。戻ります。A か。あれこれに、あ、2個じゃない、いいんだ。バリドランってなんだっけ。バリドラン、こいつか。これは一旦ロビーに戻ろうかな。